ジェームズ・ロルフ・ジュニアは、アメリカ合衆国の政治家、共和党員、第27代カリフォルニア州知事を務めた。知事職以前は、サンフランシスコ市長であり、最も長期に同職を務めた。1869年8月23日に、サンフランシスコで生まれる。彼には一人の弟がいた。ミッション・ディストリクトの学校に通った後、株式な加害店の雑用係として、 働くこととなる。1900年、ジョージ・ハインドと共同で、海運業を始める。その後の10年間で2つの銀行の頭取りとなり、そのうちの1つは、自らが設立を手助けしたものであった。1909年、市長に立候補するよう要請されたが、彼は1911年まで立候補を待った。市長に当選するとその職を18年間務めた。市長として彼は、 サニー・ジムの愛称で知られ、彼の主題歌は、The Earth Miles That Make You Happy であった。1915年、ロス・コアーバックルが監督、主演した記録映画、メーベルファッティービューイング・ザ・ワールズ・フェアとサンフランシスコに出演している。1924年には、スリム・サマービルのコメディ短編映画、ハロー、フリスコに本人役で出演した。 彼は、市長職に加えて、シップオーナーズマッチェンツ・ダグボート社の社長及び、サンフランシスコ商工会議所の会頭を務めた。また、パナマイコール太平洋国際エキスポの副会長及び商業量外所の社長も務めた。彼は1931年にカリフォルニア州知事に立候補するため市長を辞任した。ロルフは1933年11月に起きた。 ブルッカハートのリンチ殺人事件に関して関係者に恩赦を与えたことでリンチ知事として大きく批判された。ドルフは数回の心臓発作を起こした後、1934年6月2日にサンタクララ軍で死去した。知事の任期3年目のことであった。彼はカリフォルニア州コルマのグリーンローンメモリアルパークに埋蔵されている。 サンフランシスコ・オークランド・ベイ・ブリッジの正式名称は、ジェームズ・サニー・ジム・ロルフ・ブリッジである。ジョゼフ・ウィルソンは、ジェームズ・ロルフと関係がある。ロルフは、ウィルソンの母親のおじであった。ありがとうございます。